はい、始まりました。ハイチのダラダラジオ。今週は15年前のリベンジなるかっていうテーマで喋っていこうと思います。でですね、今は土曜日と日付変わったか、日曜日の午前2時いい子は寝てなきゃいけない時間ですね。土曜日ですね、今日って言い方があってるのかな、昨日か、投稿してる人からすると昨日教師の日っていう登壇イベントがあってですね、それに登壇させてもらいまして、見に来てくださった方にありがとうございました。アーカイブが残っているので、もしよかったらちょっと見ていただけると、あ、こんな雰囲気だったんだなって、概要欄に貼っておきますね。そこで教師の日の普及委員会の代表理事の松田さん、そして、Teach for Japan の代表理事の中原さんと、語り場の代表理事の今村久美さんとね、登壇させてもらったんです。もちろん学生の皆さんからね、すると誰ってなる方が多いと思うんですが、すんげえ方なんですこれ皆さん俺そこに並んでて俺おかしいなって思ってたけど、すごいね、素敵な楽しい時間を過ごさせてもらいまして、で実はですね、今回この語り場っていう、久美さんがね代表されてる語り場っていう団体があるんですけど、知らない方はですね、一回ちょっとカタカナで語り場って調べてみてほしいんです。あ、こんなことやってるんだって、特に学生にはね、俺知っておいてほしくって、で実はもう昨日20周年って言ってたかな、語り場もう作って20年よ、すごいよ、20年続けてるって。そのもうでもどんどんどん大きくなってるしね。で実は俺15年前、多分ね20歳の時だったと思うんだけど、俺大学生の時にね、この語り場の、ボランティアというか、そうスタッフというか、なんか一回参加したことがあって、実はそう、でその時はある場所に行ってね、その高校生、そこにいる高校生たちとこう交流会をするみたいな、高校生のいろんな話を聞いたりとか、自分の経験談を話すことで、高校生に何つうんだろう、いい刺激を得てもらうというか、そういう、ざっくり言うとね、そういう会があったので、俺さ、当時からそういったことがしたかったし、そういう子供たちと話をするっていうところに重きを置いた、先生になりたいって思って参加したんだけど、いかんせんね、ものすごいこうコミュニケーション能力が低い、今もそんな高くないんだけど低かったのと、人見知りがすごい激しいので、うまく喋れなくて、そう、俺ね、今のも覚えてる、すごい打ちひしがれたの。あ、自分ってダメだなってもうめちゃくちゃ思って、ちょっと時系列ずれてるかもしれないんだけど、多分その後に俺、違ったっけな、その後に俺居酒屋のバイト始めた気がしたんよね。俺大学の時にアルバイト何個かやったことあるんだけど、一番長かったのが俺焼き鳥屋で、焼き鳥焼いてて、居酒屋で、そう2年ぐらいやってたのかな、それを。でその居酒屋をやったきっかけが、俺、人見知りもあったし、でも教師になった時にさ、子供たちに人見知りしてる場合じゃないじゃんか。だからなんつうの、自分を変えたくて、そう、修行の一種の修行のためにアルバイトやろうって思ったのね。その前にもコンビニとかやってたけど、アルバイトで、そうで、そう、自分居酒屋のバイトとか全然できんと思ったから、なんかそこに飛び込んでって、で基本的には調理の方にいたけど、でもホールインとかも出ることあったから、いらっしゃいませみたいな何名様を、いらっしゃいみたいな、ありがとうございますみたいなをやってたんよ、自分を変えたくてね。だ多分ね、それがきっかけだった気がするんだけど、違ったかな、違ったらごめんなさい、ちょっと15年前なんで定かではないんですが、で、もちろん語り場っていうその団体は俺すごく好きで、その当時からやってることを今でも本当にすごく好きで、で久美さんの、今村久美さんのね、はすごい有名な方だから、インタビュー記事とかも拝見してて、いろんなところでいつかお会いしたいなってずっと思ってたの。そうで今回ね、本当縁あって一緒に登壇させていただいて、で久美さんの旦那さんの今村亮さんっていう方は、以前ちょっとお仕事、違う仕事でね、仕事でというか打ち合わせで一緒になったことがあって、でその時に話してたんよ、自分実は語り場15年前にみたいな、それを久美さんがね、亮さんから聞いてくださってて、でそれも話をしてたんだけど、俺、生意気ながら、その子供たちのさ、学生の居場所作りを今すごくしたくて、でも一個人がさ、一人でやったところでも絶対そんなうまくいかないの分かってんのね。でも語り場がやってることっていうのは、
ちょっと言い方はね、もちろん久美さんとか語り場に関係者の方々にしてみたらちょっとそれ違うよって思うかもしれないけど、俺は一種の子どもたちの居場所を作ってるっていう活動をしてると思っていて、でそのハイチがね、ハイチとしてある程度大きくなった時に、いつか語り場と仕事がしたいなって、何かをしたいなってずっと思ってて、実はでそれを言ったの昨日。そしたらもう2つ返事で、いやもう今すぐやりましょうみたいな言ってくださって、ただ今昨日久美さん終わった後すぐ帰らなきゃいけなかったんで、LINE だけ交換させてもらってね。だからまあ実際具体的な話は何もまだ始まってはいないんだけれど、もしかしたら何かがあるかもしれない。いやもしかしたらじゃないね、何かがあることあるようにしていく彼女はしていく、うん、っていうふうに思ってる。だから15年前に、まあ、正直本当にね、なんていうのかな、めちゃくちゃへこんだの、自分の力のなさと不甲斐なさに、うん、もうなんだろう、俺なんか教師になっちゃいけないよなって思ったし、うん、でも、まあ、もしかしたらさ、今ミニ学生のみんなもさ、夢に対して自分の才能のなさとか力のなさとか、まあ、俺のユーザーの子って結構教師目指してる子もいるから、で自分なんかが教師いいなんて思ってるかもしれないけど、人間なんていくらでも変われるから、そう、もし今ね、今この瞬間でみんなが何かの能力が足りないかもしれない、その職業に対して。でもそれがさ1年後10年後ってさ、その能力が足りない状態が続くかどうかなんて、そんなのありえなくない？人は変わろうと思ったら変わるよ。でも変われんと思ったら変われん。人はね。うん、だからなんかそれを今回伝えたくて、なんかあの時を久しぶりに思い出したから、あの語り場の高校生の前で全然うまく話せなかった時、うん、今でもなかなかね、やっぱりうまく話せているのかどうかわからないけれど、でもそのこういった活動をする中で自分を慕ってくれて、なんだろう。ハイチにね、励まされて頑張れてますって言ってくれる子がいるから、あの時の自分からしたら想像がつかないよ。本当に。いや、信じられないと思うよ。あの時の自分に今の俺見せたら、え、これ俺？みたいな。って思っちゃうぐらい。そうだよ。あののび太が、あの静香ちゃんと結婚して割とちゃんとしっかりしてるぐらいな。かもしれない。もしかしたら。いや、しっかりしてるのかな、わかんないけど。だからなんかみんなにもっていうか、変われるんだよっていう、今自分に自信がなかったとしても、それは今を切り取った瞬間だけであって、将来そういうそれが続くわけじゃねえんだぞっていうのは思っといてほしいなと思ってます。はい、まあその語り場に関してはこれからね、どうなっていくかわからないですし、うん、まあもちろんね、話をちゃんとしっかりまとめて詰めてっていうのがなんか必要になるんですけど、ちょっと、まあ、今年中はね、もうね、今年はあんま期間ないのと、俺ちょっと10月からいろいろバタバタでなかなか動きにくいところはあるんですが、まあ、来年2021年のうちにでも何かね、語り場と自分がね、配置という立場で何かこう一緒にできて、みんなにとって有益なものになったらいいなってすごく思ってるから、うん、それがね、なんか発表できる日が来るのを楽しみにして、そしてみんな発表した時にみんながウォーって喜んでもらえるものがね、できたらいいなと思ってます。はい、で、あ、最後にね、全然関係ないんで、関係ないっていうか、まあ、昨日のね、そのやらせてもらって、でなんかその割とっていうか、その会場に来てくださったそのスタッフの皆さんとかねにしてもすごく好評で、うん、なんか久しぶりにこう人が集まるとこに行ったから、今はさ、ほとんどズームでなんかオンライン上でのイベントばっかだったから、久しぶりにこうやって集まるとこ行って、なんかすごいお褒めの言葉をねいっぱいいただいて、そう、褒め慣れてないからさもうなんか照れて終始、いやいや、そんなことないですみたいな感じだったけれど、でもなんか改めてこう自分8年間やってきてさ、 YouTube でうまくいかなかったことたくさんあって、でやっぱ特に講演会とかさ、もう一番最初の講演会とか結構、一番最初じゃない、2番目かがすごいひどくて、でもあの時めちゃくちゃ、あの時もすごい落ち込んだのね、でもこうやって何か人と話す、こうやって、まあ、人前でというか、今回は、主に
オンラインでというか見てくださってる皆さんにって話だったけど、こういいものを感じてくれるというか、何かこうそれを聞いてね、聞いてよかったって思ってもらえることが話せるようになってきたのもちょっと成長したのかなって少し思って、帰りの電車揺られながらさ、そうそう電車2時間だったんだけど片道揺られながらそれを思ってて、まあちょっと自分を褒めようかなって思った瞬間だったよっていう話すみません、まあ、そんな話でございました。まあ、ひとまず伝えたかったのはね、人は変われんだよって、今の俺しかみんなはね知ることがないので想像はつかんかもしれないけど、俺本当に話せなかったからねボロボロだったんだよマジで俺があの責任者だったら、お前当時の俺見たらさ、お前大丈夫かよっていう思っちゃうぐらいななったんだけど、でもまあそういう感じで人は変われるというか成長できるよっていうのはぜひ覚えてください。それはみんな自身、みんな全員が可能性あるわけだから、成長の可能性がゼロの人間なんていないからね、と思っておいてください。はい、ということで今回はこんな話をさせていただきました。でちなみに来週の土曜日もまあ、別の仕事ですけど、ある企業さんというかどこのインスタライブに出ますので、私ちょっとまだねリンクとか来てないんであれなんだけど、来たらまた流しますね。よかったらインスタやってる方見てください。俺インスタやってないんであれなんだけど、そこのインスタ、なんかまたちょっと別の趣旨のやつでね、インスタライブ出ますんで、よかったら見に来てください。ということで、またね、ダラダラジオも来週また何か喋っていきますので、よかったらそちらの方も聞いていただけたらと思います。ということで、今週のダラダラジオは以上です。また来週お会いしましょう。それじゃ、またね。バイバイ。